共同乳業株式会社は、東京都中央区日本橋小網町17-2に本社を置く総合乳業メーカーである。名東牛乳社会党第2子でもあった吉田忠氏が、終戦当時の長野県の農村の疲弊を見て、同県農民主導の乳業会社を目指して、設立された。名東の由来は、その際、吉田の友人であった、実業家、横井幸太郎が経営する旧、 名古屋製党株式会社から資本を受けて設立、名東グループの一社となったことに由来している。しかし、1971年に名古屋製党は会社構成法を申請して経営破綻。その後は全国農業共同組合連合会が筆頭株主となっており、正確には関連会社ではないが全農系の会社となっている。名刀のブランド名で牛乳、 チーズ発酵乳、プリンクリーム、アイスクリーム、清涼飲料水等の製造、販売を行っている。また、子会社において、豆腐をはじめとする各種大豆製品、牛乳を原料とした健康食品素材の製造販売も行っている。乳業メーカーとしては、長い期間にわたり、テトラパック入りの乳製品を製造していた企業としても知られる。この当時専用機械を、 スウェーデンのテトラパック本社から調達していた。現在の乳業界においては、明治、森永乳業、雪印メグミルクの大手3社に追随する、江崎栗子高梨乳業等と共に順大手中堅に位置している。また、創設の志や人脈的な関連から、雪印乳業の支援を仰いでいた時期もあった。雪印乳業の不祥事に橋を発する。 日本ミルクコミュニティの創設に際し、共同入業も合流するという報道が一部であったが実際には合流しなかった。同じ名とブランドを使用している名東産業株式会社は現在でも主要株主の一社であり、1990年からは共同入業が販売するホームランバーの生産も引き受けるなど、現在も一定の関係を保持している。また、かつて、 グリコ共同入業を名乗っていたグリコ入業とは当時から資本等の関係は一切ない。2012年11月13日には雪印メグミルクと資本業務提携することで合意した。ありがとうございます。